今回は、隅っコ暮らし、チョコクランチを作ろう。発売元は強烈食品、ホームメイドケーキ。こちらは1箱で10個作れます。セット内容は、チョコレート、クッキークランチ、ラッピングペーパー、シール。用意するものはバター 10g。道具は電子レンジと電子レンジに対応した容器。はかりとスプーン、クッキングシートまたはラップ材。それでは、開けます。出します。中には隅っコ暮らしのシールと、ラッピングペーパー、チョコレートと、クッキークランチ。今回は切れてるバターを用意しました。 一つで 10g です。それでは作っていきます。最初にボールを用意して、そこにバターを入れていきます。続いてチョコレートも入れていきます。それでは準備ができたので、電子レンジへ。今回は10秒から20秒の加熱を何回か繰り返して、このように溶けるまで電子レンジにかけます。で、再度よーくかき混ぜたら、クッキークランチを入れていきます。で、また混ぜていきます。今回、アルミホイルを用意しました。硬いものの上に引いて、 そこにチチョコクランチを並べていきます。大きく作っちゃって今回9個しかできませんでした今回やってみて思ったんですけども普通のスプーンよりもこのようなプラスチックのスプーンの方がやりやすいですでチョコクランチをお皿に移してそのまま冷蔵庫へ今回はちょっと長めに1時間ぐらい冷やしましたでラッピングペーパーなんですけども分かっている方の方が多いと思うんですけども隅っこ暮らしの絵がはっきりしている方が表面で薄い方が裏面になりますそれでは早速全部包んでいっちゃいます 9個だとちょっと大きくて破れちゃったりしたんですけどもその点はご了承くださいでお皿に盛って完成ですそれでは一ついただきますうまいということで今回は「すみっこ暮らしチョコクランチを作ろう」を作ってみました溶かして混ぜて冷やすだけの3工程です初めてお菓子を作る子でも手軽にできると思います気になった方はお試しください